95年に封切ったそのメカゴジラの逆襲でもうゴジラはやめようと、もうという話が持ち上がって、でそのじゃあもうゴジラはやめようという話も持ち上がったんだけども、でもやっぱりというね、これはあの、プロデューサー の, あの田中裕子さんのこだわりでもあるんだけど、もうやめるってなんかやめること寂しいなと、なんとか復活させたいねという話が、そのメカゴジラの逆襲が終わった時に話が持ち上がったんだね。もしそのゴジラを復活させるなら、そのね、どういうものにするかということが一番の重要な課題だったので、でそこでテーマになったのが、あの原点に戻そうと、つまり、あれは昭和29年に日本で封切ったゴジラのあのスタイルに戻そうじゃないかということで、じゃあどうしようってんで、もうそのメカゴジラの逆襲が終わった時点ですぐ準備というか、どうしようかということで、いろいろ脚本家だとかいろんなねあれとその打ち合わせしながら話を進めていったんですよ。テーマはやっぱり原点に帰るっていうことがテーマだから、じゃあ原点とは何ぞやから始まって、じゃあやっぱり核を絶対に忘れちゃダメ、核へのメッセージとしてね、要するに今度もそのあれだ、原発の例の事故で日本人がどういうわけだか3回核に悩まされてるわけ、そういうことですよね。でこれをやるまではもうすでに2回悩まされてるわけですよね。でね、もう一つこの時その原点に返そうって言った時にね、一つ問題だったのは、核っていうのがだん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 もう日本人の頭の中から薄れてきちゃった。もう平和ボケとね安定ボケで、過去にあれだけ苦しんだ、あれだけ悲しい目にあったってことをだん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 忘れてきちゃって、で特に若い人にいたっちゃ、核って何よみたいなねそんなことになってきたから、核っていうのをね、そのもはやね、だからあの第一作を作った時はまだみんなもう日本人全員が原子爆弾は怖いねと、もう核の恐怖がもう身に染みてる時だったわけだけど、この時はもうすでにもう核が身に染みてる人なんてのはまずはもうほとんどいなくなっちゃったみたいなね、いなくなったっていうのを忘れてる。だからそういう人に、そういう忘れてる人にもう一度核っていうものをね、こう語るにはああいうストーリー立てにしないとダメだねということなども後半でこう出てきた話だよね。僕はもうゴジラのアクションはこれはね、あの日本のいわゆるあの古典芸能で、あのお能がある、能狂言、その能のアクションを取り入れたゴジラの動きにしたかったんですよ。ゴジラを、ね、かっこよくというか美しく綺麗に見せるにはどうすればいいのか、それとまず人間臭さってのまず度外視しなきゃいけない、中に人間が入ってるよと思われちゃもうそれはもうだけど、まあね、そんなことがこの情報化社会にね、そんなもん隠してる場がいないよっていう人もいるしね、みんな知ってる話なんだけど、とにかく人間を意識させない、そしたらじゃあ人間を意識させない、人間つまり動物ね、動物の動きでどういう動きが美しいのかかっていうことを研究したわけですよ、ね、それでとにかく人間が普段そこら辺を歩いてる姿ほどかっこ悪いもんない、動物の中では最低なんですよ、デレ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 しちゃってね、特になんか最近の若い人はなんか膝関節なんかにも力がなくなってきてね、なんかベラ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 ね、それで携帯でも見ながらなんかイヤホン耳に挿してビャ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 って大声で語りながらという、まあこの歩行姿のねまずいこと、スタイルの悪いこと、こんなんじゃ
ダメだよと、かっこいい動きは何だっていうと、つまり人間のアクションのかっこいい部分を象形化するわけ。それを徹底して象形化させて動きに持っていったのが能の動きであり、日本舞踊の動きなんですよ。ゴジラに対して一つの思い入れっていうかね、ゴジラがね、ゴジラをね怖くするために三白眼にしてね、どうじゃっていうのは絶対嫌なの。つまりゴジラがヒーローでずっと実はあり続けたんだけど、ヒーローっていうのは、ね、つまり哀愁っていうか寂しさがないとヒーローっていうのはダメなんです。だからその僕がずっとやってきたゴジラに、つまりどっかにあのいわゆる悪玉であっても、どっかに哀愁哀感っていうのが欲しいわけ。だからこういう目を三白眼にするなんてことはもうやめてくれと。だからこれ割と目も少しくっきりしてるわけです。でこの後またゴジラがいろいろ変遷して、その周りの意見やなんかでだんだん多少怖くはなっていくんだけど、これは僕がやりたかったゴジラの目なんです。ゴジラのがどっから見てもかっこいいということはね、あのゴジラの後ろ姿もかっこよくなきゃいけない。それでこの時にあのゴジラに哀愁を持たしたい。こうだから大抵あの僕がやった作品ってのは、あのラストシーンはゴジラをこうずっと去っていくのは、つまり後ろ姿で、あれあの時に肩が怒ってくんだんがこうやって歩いてたんじゃ寂しさ表現できない。だからこの肩だけは極力撫で方にしてください。だからあの首から肩にかけてのね、あのラインが綺麗だから、つまりあのゴジラ以外の怪獣がいっぱい登場するんだけど、このゴジラを超えることできないっていうのはあの肩のラインなんです。でこのゴジラは、これはサイボットゴジラなんだけど、サイボットゴジラの作った意味っていうのはね、今までやってきた中で表現できなかった、つまりあのゴジラのディテールを描きたかった。だから目玉でもちゃんとまぶたが動くし、それからこの口にしても、ね、あのそれまではあの、まあ、獅子舞って言ったらちょっとアメリカの人には分かんないかも分からんけど、要するにあの口をパクパクやってるあの獅子の、これはあのお祭りで使うものがあるんだけど、そういうものの口ってみんな視点ここで動くわけですよ。それであのそれまでのゴジラも視点が全部ここだった。ところが動物の口っていうのはね、視点が一点でここでこうはしないわけ。動物の口ってこう開くわけ、ここが伸びるのよ。でそういうこともこの口でできるわけだから、これ実はこのまんまつむってたのこのまま開いたわけじゃないの。これこうやって開けてる。多少動物的感覚がないとやっぱりあの共感は得られないねっていうところもあるんで、だからそういうのは非常にこう動物的なその雰囲気に持ってきたかった。だからこの辺のほっぺたが痙攣するんですよ。で鼻も動くという、そういう細かい動きをしたかったんで、サイロットゴジラという大きいのを作った。これが今までの人間の入るサイズのぬいぐるみじゃそういう細かい動きはできないの。で本当はね、実物大でやりたいんだよ。やりたかった、ゴジラの身長80メートルのゴジラでゴジラを作りたかった。いやみんな作りたいと本当はね、そこまで考えた。だって最初の段階は言いたいこと言わないと、最初の段階から予算ないからもうここでなんて、そんなケチなことじゃね、ダメなんです。だから実物大作りたかったんだけども、実物大作るとなると大変だって、今言う予算の問題が何の問題が当然くっついてきますわね。じゃあ実物大を作ろうっていうのを、じゃあもう下半身も下半身足だけ作って、まあ今回はなんとかやるかと。その代わりこれでは、つまりあの人間の入るサイズじゃない大きいのを作ろうっていうんで、サイボットガジラはぐっと大きいのを作った。今回はディテール描こうっていうことだから、そういう細かいところまで全部気を使ったんだよね。だからミニチュアの窓のね、一個一個が色が違うねっていう、それはね、あの夜景を見てもらえば分かるけども、あれだけでかいところに均一のね、暗道みたいに提灯みたいに中に一つパッと光があって全部光ってるなんてビルなんかありえないじゃないですか。
あれだけの部屋なんだから当然休んでる部屋もあれば、もう最高にこうなんていうかエネルギーが爆発してる部屋もあるし、それで穏やかと、そういうものはやっぱりディテールは決して均一じゃないんだから、そういう細かいそういう作業をしてくださいねということは、これは演出上お願いしてあるから、だから結果ああいう細かいその窓のこの光の違いとかね、もう自分のもの作品っていうのはもう僕の場合60点なのよ。だからいつもその傑作は次回作だって僕はいつも言ってるんだよ。だから次のゴジラ作ればきっとそれが傑作になるかもわからないという気はするんですね。ただね、これまあこれ最近言われたんだけれども、つまりこれ以降ゴジラシリーズがつながったってことはね、でしかもこれがあったからつながったんじゃないのという言い方されるのが実は僕は一番嬉しいわけ。どうね、そのいろんなことがあっていろんな中でこうそのゴジラ作ってきたんだけれども、やっぱりね、せっかく核に対する継承を歌い上げるゴジラっていうのを日本が作ったんだから、これはやっぱりずっとつながってほしいというかね。あともうだからきっと、誕生90年祭ゴジラ祭りなんていうのができてくれると僕は最高に嬉しいんだけど、だからその時にもね、これがあったから90年来たねって言ってもらったら僕はきっと天国で万歳すると思うんだけど、ゴジラってのは僕にとっちゃね、なんていうかな、映画そのものなんですよ。というのはね、僕は東宝入社する時にゴジラ知らなかった、ゴジラを見てなかったんです。こんなゲテモノ映画なんて見れるかと、もう青白き文学青年だったから、こんなものは映画芸術でも何でもないというのが、東宝に入ってゴジラと出会ったってことはね、これはなんか僕の映画作りの転機であったわけ、ね、でしかも僕は東宝には特撮、つまりゴジラを作ろうと思って入ってないんです。ただ東宝に入ったらいきなり先輩からお前つぶらや組にちょっと行ってこいと、つぶらやさんについてこいって言われたのがきっかけなんだね。だから僕は特撮ってのはあまりこれをやりたいとも思ってないし好きでもなかった。ところがそういうことでゴジラを作った円谷さんと出会って、それでどういうわけだかなんか特撮の中の特撮の中のと言われて今まで来ちゃったんだ。だから僕にとってはゴジラっていうのはだから映画そのもの、僕の映画作りそのものなんですね。